皆様こんにちは。ギボンカップ2019シリーズ第1戦 in グランフロント大阪梅北広場、大会実行委員長で関西スラックラインコミュニティの田中です。今日はクラウドファンディング達成を願って少し頑張ってみたいと思います。3月6日にスタートした大阪大会実行委員のためのクラウドファンディングですが、3月30日時点で皆様のご支援により115万9千円調達できております。目標まであと35万円を切ることができました。正直ここまで達成できたことを、驚いておりますが、ただ大会の成功に向けてはやはり残りの35万円がどうしても必要です。このままでは今もおそらく大会のために頑張ってくれている選手の皆さんに賞金を出すこともできません。皆様あと35万円何卒よろしくお願いいたします。